言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、今回は高音障害よりカルナンの三兆候について解説と語呂合わせの紹介をしていきたいと思います。今回の問題はこちらです。第22回午前81番問題。粘膜下口蓋裂におけるカルナンの三兆候はどれか。 A 口蓋水裂、 B 口口蓋口端の骨欠損、 C 口口蓋、 D 歯裂不正、 E 軟口蓋正中部の被迫化。さあどれでしょう。カルナンの三兆候、これは粘膜下口蓋裂の診断の時に見られる所見になります。今回高音障害の中の問題としてカルナンの三兆候を紹介しているんですけど、これは他の教科でも、例えば臨床歯科医学だったり形成外科学でも出てきます。いろんな分野で勉強することということは国家試験でも出る可能性は高いと言えるかもしれません。今回の動画でしっかりと覚えていきましょう。ではまずはこの粘膜下口蓋裂っていうものについて話していきたいと思います。はい、粘膜下口蓋裂どういうことかというと、視診つまり見ただけでは一見明らかな口蓋裂は認められません。だけど触診、実際に口蓋を触ってみると筋肉の断裂が認められる。粘膜で薄くつながってるけどその内側では断裂が起きているっていう状態です。で、その粘膜下が器質的に正常ではないので、この粘膜下口蓋裂の影響で普通の口蓋裂と同じように鼻咽腔閉鎖機能不全が高確率で見られます。で、鼻咽腔閉鎖機能が正常でなかったら呼気微漏出によって開鼻性が起きたり死因の高音に異常が見られたりします。なのでこの粘膜下口蓋裂っていうのは臨床で見落とさないように気をつけなければいけないんですけど、パッと見口蓋に裂がない、じゃあ何を見てこの粘膜下口蓋裂を診断するかというと、それがカルナンの三兆候です。まず一つが口蓋水裂で、軟口蓋正中部の透過性、そして最後に口口蓋口端の骨欠損、この3つです。で、このカルナンの三兆候のややこしいところが、こういつも変わらず堂々と構えている名前が口蓋水裂だけなんですよね。他の2つは教科書とかいろんな文献によって症状は一緒なんですけど呼び方が違うんですね。例えばこの軟口蓋正中部の透過、透き通っている度合いですね、これを被迫化って呼んだり、あと軟口蓋正中部の筋の離断や走行異常って言ったり、あと透光性の更新、光が透ける具合が更新するという書き方をしている場合もあります。あと口口蓋口端の骨欠損、これ V 字型欠損っていうのをよく見ます。で、実際問題として出るときはどういう書き方がされるか分かりません。なのでこういうイレギュラーな書かれ方が想定できる内容に関しては、言葉を丸覚えするんではなくてしっかりとどこでどんな症状が起きているかっていうのを理解しておきましょう。特にどの場所で起きているかって覚えているだけでも結構このカルナンの三兆候は表現が変わっても問題は解けると思います。で、口蓋水裂はもうそのまま口蓋水が断裂しているっていう状態です。で、軟口蓋正中部の透過性、これは軟口蓋の内側が筋肉が断裂しているので中が詰まっていない状態です。見てみるとちょっと透けてるんですね。薄皮1枚つながってるような感覚です。で、口口蓋で見られるのが口口蓋の一番後ろ側、口端部で骨が一部欠損しています。その欠損の仕方が V 字型に欠損しているらしいです。で、触診するのはここですね。口口蓋の後円部を触って骨が欠損しているかどうかを調べるということになります。で、このカルナンの三兆候を覚える語呂合わせを紹介します。なんと香水ココシャネル、はい、奮発しましたね。なんとで軟口蓋の透過、香水で口蓋水裂で、最後ですけど
口口蓋、口胆、骨欠損、口ばっかなんです。ここはい、これで覚えましょう。ということで最初の問題を解いてみます。カルナの三兆候はどれか。なんと香水、ココシャネル、これを探していきます。なんと軟口蓋の透過、はい、これは軟口蓋が薄くなっているという表現で書かれることもあります。 E の軟口蓋正中部の被迫化、まずこれで、なんと香水、香水は口蓋水裂、はい、まんまありました。 A の口蓋水裂、そしてなんと香水、ココシャネル、コがいっぱい使われている口口蓋口胆の骨欠損、はい、ということで答えは A、B、E でした。実際僕も臨床で粘膜下口蓋裂の患者さんとか見たことはないんですけど、特に小児ですかね、 ST として見逃しちゃいけない疾患になります。そんな時このカルナの三兆候忘れないようにしておかなきゃいけませんね。さあ今回どうだったでしょう、覚えられそうでしょうか。この語呂合わせも少しでも国家試験の勉強の役に立ったなら嬉しいです。それでは本日も最後までありがとうございました。